はい、お風呂行ってくんかい。はい、大佐、承知しました。ピロン。ウィリアムがやったみたい。というわけで、早速ですがやっていきましょう。何者だ。オアジュアリトゥ観光ツアーということで、彼女がね、銃ちっこ今思ったけど、改めて見たけど、銃ちっこ。で、まあ、首筋を見る限り、そこにいる金髪のレディはですね、まあ、そこそこにおばさんだなっていうのが分かりますよね。やっぱりなんか、ね、いろいろとこう、ごまかしきれない、年齢のあれが隠れているというところでね、まあ、やっぱり、おっぱいが大きくて、美人さんがね、メガネをね、うーって言ったら、怪我をしているのに、さらに怪我をさせられて、お湯がかかっているツアーガイドでございますが、まあ、なんとかなるだろうということで、今のうちにお水を飲む。銃があるなんて反則よ。銃があるなんて反則よって、おめえも持ってんだろうが銃。あ、やばい、なんか髪の毛がテロ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 しているぞ。これはもしかしてあれか、エイダ姉さんもハゲる予兆か。グエー。はい、あまりの激臭に耐えきれなくなってね、さらに怪我をさせられるという追い打ちがかかって、レオンツアーガイド一時退散ということでございます。ということでございますんで、今回は赤いドレスを着たレディがですね、はい、なんか首元でね、ちょっと怪しい首輪っていうのかな、うん、なんか奴隷がつけるような首輪をなんかかけて、まあいわゆるあれでね、アンティーチョークってやつでね。それは違う。彼女が持ってないな。アンティーチョークは料理を美味しくするやつでございます。焦げ焦げー、真っ黒焦げの焦げ焦げー。このタイミングで一体誰とあれなんですかね、会話をしていたのかな。このシーンでもアルバート・ウェスカーさんなんですかね。ウェスカーさんということで、さあ早速なんですけれども、やっていきましょうか。さあまずは、ご挨拶代わりに、パンツをお見せしましょう。向こう側透けてんな、赤いスカートのね。こっちに向かってくる。見えないかな、無理だな。さあということで、こっちですね。でエイダ姉さんの場合はですね、ちょっとなんか、あー、これで明かりをバーってやったら、キャーっつって全部のあれが透けちゃうわっつって、まあそんな風にね、やってくれたらいいんですけどね。まあ残念ながらスケポよしないからってことね。はい。で、まあ、エイダ姉さんの場合はですね、すべての敵を倒しきるっていうことが、まあ、残念ながら弾薬の数的に難しいということでございますんで、はい。秘密道具。なので、まずは、もう構える。ハッキングする。あなたの心もハッキングしちゃうわよ。クソだぜ、今のは。はい、ということで、くる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 。谷間、こんな少ないわけないもんね。あ、ちょ、お姉さん。そうね。やっぱパッと入ってんじゃないかなということでね。まあ、寝ている彼に、パフパフ！ツアーガード続けていきましょう。ということで、こちらでございますね。登っていきましょう。で、あっけないということで、なんかいろいろとごちゃごちゃ言ってるんですけれども、冷静に考えてみてくださいよ、お姉さんさ。こんなにやばいミッションだっていうことは分かってて、あんなゴリッゴリのね、男とかも登場してくるようなね、ほら、ロングコートダディ総長っているじゃないですか。ロングコートダディ総長みたいな人ね、ゴリッゴリの人間がいるっていうのが、おぉおぉ、めっちゃ飛んでくる、めっちゃ飛んでくる、もう飛ばない。すごいな、画面じゃない、止まっちゃった。あれだね、なんだっけ、あっちに飛んでくるの、なんて言ったらいいの、画面上に向かって飛んでくるのってなんか初めてだったかもしれない。バイオ2の本編でもあるんだよね、画面上に飛んでくるっていうのが。さあ果たしてこれでバーンってなるんだ。ここでさ、人間がやってきてさ、でこんな大爆発が起こってもさ、全然逃げないっていうところがね。でしかもこいつらね、残念ながらね、潰すこともできてる。これ生きてる、あれ消えてなくなったぞ。ブチブチ言ってる、やれてないよね。まあちょっとあまりにもね、苦手な方にとってはもうちょっと恐怖映像でしかない。まあ私も苦手というか嫌いというか、もう無理というか、そんな感じでね。であそこでちょっと二日酔いで寝ている方がいらっしゃいますんで、まあ、ちょっと許すまじりということで、はい、足を、ちぎって死んでましょう。はい、足をベン、あれ足、はい、ちぎれポン。やっぱ足はね、ちぎりパンするのがね、大丈夫。そっか。で、こっちで、点検9月、リストタグを買い替えましょうということですね。まあ、リストタグ1枚1800円で売ってますんでね。ああ、なんかこっちの方、うる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 しているよ。まあちょっとね、残酷になれ。ちなみに、こうなった場合って、ちょっと待ってね。まあ、こっちに行く前に、ここって開けれるんですかね。開けられたらだいぶ困るんだけど。こっち向かってきてるね。ちなみにこっちの方から来ないのかだけは心配なんだけど、あっちを登って、ズンズズン。
こっち、あーでもお手手はあれだね、はお手手はドアから生えてくるけど、もうこっちの方に来ることはできないっぽいんで、じゃあ安心してこっちの方進んでいきましょう。ちなみにチャリチャリねえ、もうどこにでもほんとゴミをボコ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 捨てたがるんだもんね、ほんとにもうやんなっちゃうわよ。ってこっちの方はちらっと見ると、あーあそこであれだね、バンジージャンプにミスった人がいるね。ヒューマン、はあ、であいつ立ち上がるのはいいけど、立ち上がったとてどうするんだろうね。でこっちの、あ、そっか、真下にもこれいるんだったっけか。ジャイアン、シンジャイアンがいるね。まあ、シンジャイアンだもんね、本当に。あれどこ行った、あれどっか歩いてきてる。あー、こっちの方に歩いてきちゃってますね。よくないですね。どっち行ったっけ、こっちか。あ、でもこっち向かってきやがんな。よし、じゃあ出迎えてあげましょう。よいしょよいしょ、ちぎりパン、オッケー、ちぎりパン1つ目2つ目完成して、で、まあ、ちょっと、おお、ジャイアンが起き上がってこい、ゴイゴイスー、よいしょよいしょよいしょ、はい、ちぎっちゃう、ポン、あああああ、いや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 、嫌です嫌です嫌です。あ、なんかすごいね、桃ふとを打ったら結構な、うわちょっと待って、こっちは罠だった、うわーなー、ブラザーズ寒い、もうさすがに冬に近づいてきますからね、もうこの人、うわーぴょん。でこっちの方に行くと特にアイテムが落ちているわけでもなく、ただただ行き止まりになっているという、何にもないんだね。まあいつもさ、やっぱりここはね、ツアーガイドレオン編と違ってあまり余裕のないところだっていう認識だったので、まあ残念ながらね、ちょっと余裕ぶってとかっていうプレイはなかなかできないってゴンスっていうところだったんですけど、まあ、改めてこうやって来てみると結構やっぱりあれですね、物資があまりにもなさすぎてブッチュブッチュっていう感じですね。はい、ということで、まあこれパッキーンってやったらなんとかなるかなというところなんですけど、果たして20発のハンドガンで、果たしてまだいっぱい来てらっしゃると思ったけど、いっぱい来てねえな、全然いっぱい来てなかったな。うわぁ、ごめんね、痛いよね、足なくすってね。よし、で、こっちの方に向かっていくと、わぁ、ジャイアン、シン、ジャイアン、もうエッチに。で、あれさっきの、あぁ、いた、警備員さん。どうする君。君は、なんか、やる？よし、オッケー。じゃあ、君に関しては、こうして死んぜよう。デーン、デーン。下がれ下がれ下がれ、女王様のお通りよ、ベーン、倒れます、チキン。で、後頭部、このハゲー、あれ足ちぎれてない、このハゲー、ベーシベーシ、あ、ちょ、待って、結構あれだね、しぶとめですね、しぶとめ女子だったな、あ、ごめん、太め男子か、そのしぶといとかじゃないわよ、わあ、そう、全身のお肉ブルンブルしてるね。お肉ーでん、お肉ーお肉ーえーお肉ー、ああ、やっぱ女性は強いと思ったっけ、女性が一番残酷な倒れ方になっちゃってる、仕方ないよね、そういうことも、あれへえー、ああ起き上がった、やっぱあれだな、脂肪があるとあれなんだね、強いんだな、よいしょ、オッケー、ではさよなら。あー、弾が枯渇してしまったようです。私の出番はこっちまでです。ピンポーン。ということでさ、走っていこう。金髪女子がね、あまりの視野ガバガバすぎてね、全然こっちを見てくれないという事態に陥っていますんで、まあ、こんなね、逃げ足の速さだとかって言ってるけどね、今からロングコートダディ総長がこっちの方に向かってやってきますんで、総長がこっちに向かってきている間に、こっちも、やるべきこと、ミッション。レッスンコンプリート。あ、ちょ、ピピピピピピ。ダメ。よし、ほい。ピン。で、総長来てる？総長来てる？総長、どうした？あ、総長来た。おっそ、総長、久しぶりっす。総長ちょっと来るのが遅すぎたからさ、もう右手に持ってるこいつでやっちまったよ。ああ、
おめえさん鬼ごっこ早いな。俺もな、やっぱり女子を追いかけるのは慣れているんだけど、どうにもこうにもやっぱりそんなに素早い女の子どっちから回り込んで走っていたらかわかんないですわ。ムハハハハ。ああ、ねえな、やるよ。バギーン、ドゥエー、さよなら。ふん。さあ、そこに立っているのか総長。総長、総長いる？総長の白髪頭見えないですね。まあ白髪頭っつうか完全に剥げ上がってんですけどね。ということでこっち行きましょう。ドゥ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 。ちなみにここなんてところ？ゴミ焼却室。ここは、名もなきファラオだったね。で、なぜかここでセーブができるんですけど、ピー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 。エネルギーが切れています。エネルギーも切れてる。エネオス。さ、こっちの方に向かっていって、ジャイン。点検、消火炉に異常はありませんが、ゴミがたくさん、やっております。ということで、まあ、異臭漂うところは、まあね、どっかのツアーガイドさんも異臭漂う中で頑張ってくれたということなんだったんですけども、あ、そうだ、これ、タマコンチーンってなってたから、全部ぶち込めばよかったね。うん、しまった。申し訳ない！そういうことも、あるだろう？さて、こっちの方に向かっていくと、なんか扇風機なのかホースなのかよくわかんないところですね。なんでこんなところにホースがあるんだ？くるくる回したら、この中に一気に放水放尿！特に何もないんだ。こっちの方にあれだね、ラクーンくんとか置いてくれてたらいいんですけどね。まあ、ラクーンくんがあるのこっちなんだよね。ここにね。あったあったところころね。で、あっちの方行くと、まあ、ゴミ。てかもうなんかもうゴミ焼却、なんかたくさんのところにありすぎていて、どこで何をどうしたらいいんだっていう感じだよね。ってことで、はい、君のこと。はい。完全なる飾りでございます。まあ、難易度を上げていくっていうことを考えるのであれば、やつが、この、なんだろう、閉じ込められた瞬間に、まあね、立ち上がって、ワクワクとかしてくれたらそんな感じでよかったね。私を焼き殺す。ということで、貴様だけは許さまい。パキン、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 パキン。撃てちゃうんだよね、人に向けてるはずなのにさ。やっぱこの壁があったらあれなんだよね。知ってるでしょ？なお、おめめばっちり。閉められちゃった。あっちいな、ここも。んで、これか。プル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 ピン！ちょっと早かった、効果音が。ぐるん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 。まあパソコンとかを使ってる方とかわかるけどね、やっぱりね、PC スペックがね、低かったりとかね、まあ長時間使い続けるとね、こういうのがね、やっぱりぐる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 回ってね、熱くなって、もっと熱くなるよって言いながらね、どん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 溶けてっちゃうっていう、そんなね、時代に陥っちゃったりとかね、溶けるってどういうことだ？うん。まあAC アダプターなんかもね、今ね、もう燃えるようなみたいな、そろそろ氷枕パイセンを与えてもいいかもしれない。どうなってんだよ。ハッキングして破壊したらこうなっちゃうってね。あれもさ、あれこのドアにあるのか？ん？なんかどこが一体どうなってんのかって、これ戻ると、こいつはなんで身ぐるみ剥がれてるんだ。ちょっと待って、おパンツ一丁。こんななんかエロい、弾が切れてる。エロいゾンビ初めて見たかもしんないね。うん。普段の赤いタンクトップにさ、ショートパンツのさ、太ももむっちり女子とは以上になんかエロいやつだったね。まあそこに興奮するほどの僕は性癖ではないからあれなんですけどね。ということでさ、こっちに進んでいくと、10月1日、10月1日か。もうどうしよう。今日11月を、もうなんなら12月近いんだけど大丈夫かな。で、こっちの下、ああ、これあれだったんだね。へえ。で、あそこか。で、あそこから飛び込んでいくと、シェリー、マイラー、種付け、あ、眩しい。溶ける。溶けこって、溶け溶け、コケコケコングー。まだ、追いかけっこ、追いかけっこ、大変。あなたの負け。ま、そんなこんなでね、まあ、やっていこうというところでございますね。なんとかなるんじゃなかろうかというところでね。まあでもここでさ、俺が何が一番すごいかなと思うのは、やっぱり、大変なんですよ。片手でぶら下がるって。片手でぶら下がるって、あまりにも大変にもかかわらず、女性の筋力で、これね、自分の体を支えられるっていうのが、あまりにも、すごすぎるよ、これね。ぶら下がって、いくら命がかかって。いや、ほんと、片手でぶら下がってみ、無理だぜ。うん。これどのタイミングで刺さっちゃったんだろうね。まあここでね、ずーっとね、やっぱりいると、水、下水に浸からなかったとしても、やっぱり匂いがいろいろ移ってしまって、くっせーくっせーっていう状態になるね。肝心な時にいないのね。このね、肝心な時にいないのねっていう一言が、もうあれだよね、
あの完全に惚れてるっていう証拠だよね。ああ、彼氏がいないの寂しいわという、まあ、大冒険をエイダ女子がしていただいている間にですね、まあ、なんとかレオンくんですね、はい、まあ、傷は残念ながら治ることができなかった、むしろえぐくなって、えぐくなったえぐられてしまったというところだったんですけれども、まあ、匂いは一時取ることができましたんで、お風呂入ってせきれいさっぱりということで、でも服はあのクリーニング出すことができなかったんで、体だけはきれい。あ、ちなみにね、あの黒いのはね、あのあれです、あの毛穴パックですね、あの泥パックってやつがあるんですけど、まあ、毛穴をね、あのきれいにするための泥パックを塗ってるから、あの決してね、あの汚れたものではないということだけご留意いただけたらなというところでございます。さてさて行きましょうか。でなぜか不思議なのがね、こっちに行こうかなと思ったら、一体誰の仕業だよっていうね、あのここでね、どこだどこだここだってね、うん、登れなくなってるんで、さっきの爆発死はここのね全然なってなかったじゃないかっていうところなんだけど、まあ残念ながらね、そういうことになっているということなんで、まあとりあえずこげこげになっている、あれさっきこのこげこげになってるので、中にあった G も一緒に燃えちゃった、燃え燃えピピピ燃えピピピっていうことなのかな。まあ相当恐ろしい状態になっているということで、まあちょっとね、短いパートにはなったんですけれども、まあなんだ、あ、もうたどり着いたのね、はい。まあ区切りがいいということで、まあ次回からね、ちょっとエイタじゃねえや、レオンくんがね、もうとてつもなく臭くて仕方がないよという状態になって、しまうんですけれども、まあそんなこともね、やっぱりありつつね、次回ツアーガイドお戻ししてお届けできたらなというふうに思っております。ということで本日の動画は以上となります。また次回パートでお会いしましょう。お疲れ様でした。シャネラバイバイ。